校内ホーム駅前風景空から見た駅旧駅舎足柄駅は静岡県寸東郡小山町竹の下にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB09 小山町の足柄地区に位置する駅。1903年1月に足柄信号所として開設され、戦後の1947年9月に足柄駅に昇格したという経緯を持つ。 解説時は、現在の御殿場線は、東海道本線の一部であったため、この信号所は、東海道本線の信号所として機能していた。1934年12月に丹那トンネルが開通し、東海道本線のルートが、熱海経由に変更されると、御殿場を通るルートは、御殿場線として分離された。信号のあった足柄地区の住民は、鉄道が本線から、 地方路線に格下げされたのを後期と捉え、駅の新設運動を開始したという。運動の結果、信号場は駅に変更された。2013年、スキップシティ,ィシネマプロジェクト第3弾となる映画、父を取りに、に似て、島役のリュウエリサと、松原ナノバナの二人が電車を降りた駅として登場している。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。 ホームの西側が上り、列車が発着する一番線、東側が、下り列車が発着する二番線である。ホームの北端につながる構内踏切で一番線を、渡った先に駅舎が置かれている。無人駅であり、管理駅の御殿場駅が当駅を管理している。静岡県東京年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は450人で、ある。 近年の推移は以下の通りである。なお、2001年度から2009年度の統計は非公表である。注釈出典。ありがとうございます。